こんばんは。はい、ということでね、やってまいりました。今日はですね、これから、小田原からですね、出発して大阪に行きたいと思っております。カメラマンとね、一緒に行くんですけど、初大阪。まあ初じゃないけどね。修学旅行で行った大阪は。で、大阪何しに行くかっていうと、サッカーの練習参加とパリ・サンジェルマン対セレッソ大阪を観戦、そして、サッカー教室の方に参加していきたいと思っております。まあ、練習はね、参加なんですけど、まあ、全てのイベントで一応カメラの方を回させていただく予定なんで、まあ、その模様をちょっと段階踏んでね、YouTube の方に上げれたらなと思ってるんで、早速ね、今日は撮っていきたいなと思っております。ということで、小田原から出発なんですけど、僕小田原出身なんで、高校なんかちょっと懐かしいですね。あちらを映していただいて、あ、小田原の綺麗な景色がね、どうですか。地元ですね。僕の地元小田原なんでね。土屋の地元です。はい、もう家に帰ってきました。よし、それではね、早速ね、大阪編スタートさせていきたいと思います。ではやっていきましょう。小田原着いたんですけど、まずはバス停探しってことで、土屋夜行バス初めてです、人生。マジでどこ夜行バス。夜行バスはそこか。そっちっすね。今回、土屋は弾丸で帰るんですけど、僕は4日間ぐらい滞在するんで、もう大荷物っす。てか黒すぎて見えないんだよ。黒すぎて見えないんだよ。宿毛がいいだからサラサラ。じゃあ明日どうする？マジ何も考えてないよ。明日どっか行きたいとこある？大阪で。通天閣。あ、なるほどね。逆に京都とか行って清水寺とかそういうとこ行くのもなしではない。いや、なしではない。ただ関西噂によるとめっちゃ暑いらしいから。やばい、俺ニュースで見たけど、38度。うって来た。あ、バス登場です。バス登場です。行きますよ。やばい、お尻の方が完全にお亡くなりになりましたよ。今とりあえずトイレ探して歯磨きしに行きたいと思います。好感度上げていく系 YouTuber。 あいつ浮気してます。大阪で可愛いです。あいつマジ浮気してます。はい、ということで、スタバで編集して、で、ここからですね、大阪観光でしていきたいなと思っております。まずは梅田駅を探していきたいと思います。大阪弁バリ可愛かった。大阪弁可愛いっすね。アンチは来ない。これがすごい。やばい、サウナ。はい、ということで来ました、通天閣。やばい、マジで熱い。満喫していくよ。大阪で有名なビビケン。ビビケンさん。これどうするといい？足を撫でるといいみたいな。なんか願い事しながら。わかんない。この山さん振り切ってめっちゃ暇だ。通天閣見なかった。暇なかったら怒るからな。さあ
水嶋さんの恋みくじの結果は大吉大吉を引き当ててさっきビリケンさん触ったからね。そうだ、ビリケンさん触ったからだ。大吉だって。ほら大吉でございます。めっちゃおもろいわ。いただきます。味わいということで道頓堀に着きましたよ。グリコ見ないと大阪来た感じしないでしょ。しないね。大阪と言ったらグリコ。あ、左よ。あれか、道頓堀。あそこに見えるのがカニ道楽。なんかちょっと大阪っぽくなってきたね。大阪っぽいね。たこ焼き食いて。これさ、もうこれ左に曲がったらそうじゃない？ワンチャン。あれだよね。あれ、ここじゃない？ここじゃない。あれ、どこ？もう一個さ、どこ？マジで。あ、違うよ、こっちじゃない？あ、ここだ。まさかの裏側。こっちだ。まさかのこっちでした。みんなグリコポーズしてるから俺もした方がいいか。はい、切ってんな。可愛いですね、みんな。グリコ。一回来ていいよ。恥ずかしい。そんなに遠くないから。大満足。いや、なんか多分撮影できないけど、撮影できます。はい、ということで、これからね、あるチームのね、練習参加に行きたいなと思っております。僕らが参加する今日の練習のチームは京都のチームで、 J リーグをですね、本格的に目指しているチームということで、まあ非常にレベルが高いことが予想されます。まあ自分も今ね、J リーグを目指している吉村 FC でプレーしているんで、まあしっかりね、江ノ島 FC の恥にもならない、まあ、しっかりと練習参加していきたいなと思います。じゃあですね、ある久々のね、人物に、ね、会っていきたいと思います。トントマッシュ。ヤッホー、ヤッホー、柏野さん、ようこそ大阪。いいですね、素晴らしいです。久々、もう久々に僕の一番刺激をもらえる友達に会えました。イエーイ。で、ここね、いや暑いわ。ヤンマー、初ヤンマー、えぐい、初ヤンマーですよ。まあ、本当は明日ちゃんと試合見るんですけどね、今日はね、誰かさんが帰っちゃうため。弾丸帰宅です。弾丸帰宅。明日何時から練習？明日朝の8時です。何時に着くの？横浜。5時40分です。やべ。やばいです。いけるわ。まあ楽しんでいこう。練習もね、はい、これもね。よいしょ。いやいや、来ました来ました、土屋さん。ワクワクしますね。ワクワクしますね。ワクワクしますね。すごいな。やっぱ両方ともさ、セレクションじゃないよ。やば。だって俺んちよりもでかいもん。今ね、テロップで入ってますね、ツッコミが。ツッコミが入ってる。ツッコミで。そんなことも言えるようになったか。結構もうね。慣れた。試合より緊張してる。マジで。えぐいな、マジで。贅沢に帰ります。じゃあ。俺とミュートが明日楽しむから、ほら。俺明日のセットプレーの練習が楽しむ。それはいいこと。やばい。じゃあ、行きまーす。やった。頑張ろう。頑張ります。頑張ります。回してるっす。回してるっす。回しに来ました。
600再生ぐらいはいくっす。はい、あ、もういっぱい撮ってきました。さっきうちのドン、うちのドン、うちのドン、じゃあうちのドンの後ろから撮ります。はい、もう行くよ。準備してる暇ないよ。あげすぎ。水島くん、フィジカルトレーニングにこれから混ざります。はい、みんなカメラ目線。最後カメラ目線。ラストまで、ラストまで、ラストまで。グー。いいよ。カメラ回ってる時だけ本当に。ズビその言い方やめてください。炎上する。炎上する。落とさない、落とさない。ここまで、ここまで。これやるとカメラ。あ、そうなるかね。いいね、いいね。ナーイス。単独インタビューみたいな感じ。はい。抹茶モーレの20何番 ?14 番。14番の。マジ人のこと興味ないね。大輝さんです。今日は水島くんの練習どうでしたか？初めて来たにもかかわらず、まあ明るく元気にやってくれたんで、まあ良かったんじゃないですかね。はい。じゃあ一言言ってください、彼に。彼に一言。うん。カメラの前だけじゃなくて普段も頑張ってトレーニングしてください。はい、ありがとうございました。平岡大輝選手でした。お疲れ。お疲れ様です。どうだった練習？非常にレベルが高い練習で、自分ももっと頑張らなきゃなと思える一日になりました。顔死んでっけど。いや、これは夜行バスの疲れです。絶対違う。俺とパスしてる時からもう緊張だったもん。ガッチガチ。疲れました。一日。大阪、関東、非常に面白かったです。じゃあ、また。お疲れ。明日練習頑張って。ありがとうございました。はい、ということで、今日はですね、すごくいい一日になりました。J リーグを目指す抹茶モーレ、京都のね、練習にね、参加させていただいたんですけど、めちゃくちゃ、高い強度での練習と練習の質の高さにマジでびっくりしました。まあ、本当に J リーグを目指すんだったらこれぐらいやらなきゃいけないなっていうのが自分でも分かったんで、まあ、しっかりね神奈川に、ね、戻ってね、これをチームに還元していきたいなと思います。では今日はね疲れました。この辺で終わりたいなと思います。ついに明日はですね、セレッソ大阪対パリ・サンジェルマンの試合をね、一日 Vlog 撮っていきたいなと思います。では皆さんね、また次の動画で会いましょう。 See you again!